はい、皆さんこんばんは。プロスピ2024ペナント続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、早速やっていきましょう。これ試合ダイジェスト設定で今回からやっていきます。攻撃条件、得点チャンスでプレイで、守備はプレイしないで今回はやっていきましょう。まあいつも通りやな。はい、試合へと。で、先発は大竹で OK で、オーダーも変える必要はなしっすね。じゃあ行きましょう。はい、チームプレイで、これコントローラー表記はね、箱コンのあれになってると思うんですけど、 PS4 のコントローラー、デュアルショック4でやっていきたいと思います。 PC 版ですね。はい、いや最高設定でやっとるけど、まあ、全然カクついたりはしてへんわ。うん、よかった。これ意外とな、推奨スペック高かったんでね、おっと思ったんやけど、全然お茶の子さいさいやな。ぬるぬるや。いや、伊豆口とか萩尾とか使ってきてるわ、巨人も。お前で試合速度は標準はこれ遅すぎるんで、早いでやっていくわ。確か俺早いで昔からやってたはずなんよ、高速の一歩一個手前の。でも采配はちょっと任せよ、ドンデンに任せる。さあ大竹2点取られてるけど、1試合目やっぱ勝っとるからな、気楽やわ、めちゃめちゃ。はい、つなげ。いやー、ダメか。おー、ここまでたこ焼き。グリフィンに抑えられてるちょ待て、おい、1回ぐらいはチャンス作ろうぜマジで。来た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 。6回に初めてのチャンスっすね。前川めっちゃ気合い入っとるやん。初球、これは、全然これはとかな、期待も出せるような言い方やめちくり。全然飛んでない。な、のらりくらりとここまで、HQ 茶 QS は達成してる。いや、ダメか。キリシキー。さあ、読売はもう守備固め送ってきた。9回体勢からチャンスを作って、バッターはここまで打率5割並ぶ一輪の大バター。当然代打とかはいらんぞ。おう、ダイソー、とりあえず前側のところにもう熊谷とかをもう出しとくか。おい、いや、熊谷似てるな。老人バックいらわんでええぞ、大勢。さあ、おばたのこの打球は、いけるいけるいける、これ。いや、ちょっと無理っすね。ファースト、いやでもな、島田とかな、おらんから上田とか、ダイソー要員熊谷だけになっとるからな今。ここで島本、当然ここも島本には代打を送っていく。木浪行きましょう。またどんでんじきじきに出てきましたよ。ささやきタイム、耳打ちタイム、気合い入れろ、もうそれしかない。このフォークは見送って正解やろ。無理や。ボール、おお、枠表示してへんからわからんな。
ゴミクソボールや、今のナチュラルシュートはマジで。見送ってたらボールちゃうか、今のコース。ちょこんと当てて、ちょこんと当てて、ちょこん。おい、全然ちょこんと当てただけなのに。別にこれな、飛ぶボール、ラビットボール、つこてるわけちゃうで。ノーマルですよ、ノーマル。さあ、ここで同点。めっちゃベンチ喜んでますわ。いや、木浪ええよ。満塁じゃのう手も打つんですわ、この男。ほう、これは CS の近本やん。三振しまくり。ただ、本来なら短期決戦でもめちゃくちゃ打つ男ですからね。さあ、これは。惜しい、惜しすぎ。いや、大勢打てるぞ、お前。あれやな。スピリッツの割に、意外と打てる気がする、今作。めちゃくちゃ甘いとこに来よるわ。さあ、阪神ファンの大勢を引きずり落ちたバルドナードが出てきました。いや、こっちの方が俺はきついけどな。バルドナードの方が嫌やわ。パワー対パワー。ちゃ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 。うわ、振り遅れた、振り遅れた、振り遅れた。惜しい。一発見たいよ。これも会心の当たり、めっちゃ長打出るやん。ナイス。いや、この回、このカメラアングルええな、今の。いや、今作カメラもめっちゃ凝っとる思う。ほんまになんか初期の頃のプロスピ思い出すわ。気合入りまくってたな。ガチで気合入ってる。さあ、ここで小野寺ですわ。めちゃくちゃ小野寺似とるから顔。びっくりするぐらい顔が似てる。ボール。こー、ほんまちょこんと当てただけになってもうた。いや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 、でもさすがに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 5点取ったんやで俺。攻撃はなんとかしますよ、自分で。ほんまなんとかしたやん俺。なんとかして、なんとかして、ナイス、オッケー。一緒や、打ってもではなかった。オッケーオッケー、さすが岩崎、素晴らしい。もう全然喜んでへんけどな、もうどんでん渋い表情。さあ、ここらの演出も見ていきましょう。おっと、ちょっとカクついてる。急にカクついたのにびっくりした今。これヒロイン誰っすか、誰誰誰。木並、うわ、めっちゃ似てるな、木並。ごっつ似てるやんけ。試合結果、いや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 、中軸が、ね、仕事しまくり。中野はでもよ、中軸仕事しまくりと言うたけどな、中野だけはみごされてるような感じか。前側もか、前側はな、4玉選んどるから2つ、四球四球と。はいはいはい。さあ、じゃあ本日ラストゲームやっていきましょう。やっぱ丸々1試合はな、長かったわ。1時間ぐらいあれ録画時間いってもうたし。で、試合ダイジェスト設定ですね。これまたいつも通り失点ピンチでプレイしていきたいと思います。プレイイニング1イニング5点差以上ならスキップも今回はなしでやっていきましょう。はい、もう失点でピンチはほんま混んでええけどな。逆にもう投手の方はぶっちゃけあんまやりたないんで。ただな、やっぱキャッチャーのモーションが何遍も言うけどいいんで、ピッチャーが楽しく思えてきてる、プロスピ。はいはいはい。
オフにしてるんでね、解説者たちのボイスは。里崎やべえな、めっちゃ似てるわ。これほんま5番と6番が打ったらな、猛虎打線か、うわ菅野やん、うわ菅野のフォーム見たかったな。高速じゃないわ、高速にしても高速と速いがあんまほんまに速すぎるんよ高速一瞬すぎて何がないや分からへん。萩尾か、2回裏おっと西頼むぞ。いいっすね、前に飛ばしてほしいけど、今の前に飛ばしてても逆にセーフだったかも。おーこれな、惜しいけどな。カーブ、さあ捉えられて、捉え、近本、これは入るんか、入るんかい、ファーなんか今作あれやな、ただのフライと思ってるような打球が全部スタンドインしてる気するわ。この間の大山の時もそうだったんやけど、喜びすぎだろ。いやーマジかー、カーブがしっかりと捉えられました。また2点幸先よくな、先制された、気持ちええぞ。2点もホームランで先制されたんやから、相手側からしたらな。ここは抑えて、はい、これで点は入らず、西もまあなんとか、うわ併殺はい、こうあっちも併殺、ここまで6回まで来て、7回、ちょクソ試合クソ試合何の見どころもないやんこれ、阪神サイドからしたらな、ピンチー。ここで坂本、さあピッチャーが島門か、オッケー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 、よーもう萩尾との対戦えぐすぎだこれ、なんぼほど出てくんねん。ナイスボール、ナイスボースプリット、外れすぎた、チェンジアップ行きたいけどな、ほんまはスライダーで、オッケーナイス、これで点は、いやダメか、くー、ある怖い、いい球、ゲラになってます、まあボールやな、いいとこ、サークルチェンジいくん怖い、全然外れとるか、オッケー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 、さあ攻撃はなんとかしてくれ、ほんまに、いやマジか、近本73安打2得点ほんまに、俺のあれだけやん、俺が打たれたからな、うわ先般わしマジか、3安打2得点7安打無得点、どんでんもこんな渋い表情になりますわ。
ここら菅野が並んだガンプ。演出はこれあれやな。ここら辺の演出はスキップしていってもいいかもしれない。あんま変わってへんっていうか、変わってへんな、これはな。うん、2019あたりと。敗北。まあいいですわ。カード勝ち越しや。開幕カード勝ち越しやから上出来でしょ。おお、マジで。中野がな、打った思たら、近本が冷えるっちゅう。やっぱこの2人くっつけといた方がいいんかな。かといってな、2番サトテルがクッソ機能しとるから、さすがにちょっといじるん早すぎるでしょ。片山のセカンド、うわ、片山、ほんまに、俺が使おう思ってた選手、全員戦力外になったっちゅうな、ほんま、パワープロの方。寂しすぎるで。岡本。はい、じゃあね、今回はここまでにしておきたいと思います。次回ね、横浜戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。